どうも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 、アベタツ TV のアベタツでございます。はい、やってまいりました。今日はですね、撮影日が4月の10日でございます。なんでこの動画を撮ってるかというと、昨日ですね、とある動画を見かけまして急遽撮っております。それは何かと言いますと、かの有名なあのはじめ社長さんが動画を上げていたんですけれども、まあだいぶ前からね、なんかあのエンディングを、まあ、一般募集をして、まあ採用するみたいな企画をやってたんですね。で、今回さらになんかその場面切り替えの映像をちょっと一般募集したいということで、まあ、力を貸してくださいみたいな動画を上げてるんです。まあ、一応ね、その詳細の動画は下にリンク貼っておきますので、まあ、皆さん見てると思うんですけど、まだ見てない方はそこから入ってみてください。で、まあ、一般募集をしているということなので、まあ、私もね、一応ね、こうやってね、動画を出しているじゃないですか。で、動画編集も自分でやっているわけなんですけれども、ちょっと作ってみようかなということで、ちょっとやってみようっていうことで作りました。本当にね、1秒とかそんぐらいなんですよ、その場面切り替え。まあアイキャッチとも言われるんですけど、よくあるじゃないですか、番組とかで場面と場面の切り替えのなんか変な映像みたいな、一瞬入る映像みたいな。で、その映像をちょっと作ってみました。で、やっぱね、むずいむずいんですよ。いや、何がむずいかっていうと、そのね、 0.5 秒か1秒ぐらいの映像で凝った映像って作れないんですよ。まあ、凝った映像作れる人もいると思うんだけど、俺はね、アイデア的になんか別になんかこってこてのっていうよりかは、もうシンプルでいいんじゃねえかみたいな思ったんです。で、まあ、シンプルめで2種類ちょっと作ってみました。で、今回応募自体は何回応募してもいいらしいんで、とりあえずちょっと2個ちょっと今作ってみたんで、ちょっと皆さんね、まあ、これ実際ね、そのはじめ社長のところで出るかどうか分かんないし、分かんないんで、とりあえずこう自分の動画でとりあえず出す、まあ、こんなん作ってみたよっていうね。で、またね、ちょっとアイデアがまた出てきたら、またちょっとやろうかなと思うんだけど、多分俺のね、今のアイデア的にね、あんま出てこないと思うんだよね、もう分かんないけど。期間は結構あるから、もしまたね、あったらまた第2弾ということで、ちょっと動画作るかもしれないです。はい、というわけで、早速なんですけれども、まずはね、この編集画面を見てください。どうぞ、こちら。はい、じゃあこの編集画面ですね。で、アイキャッチ1、アイキャッチ2ってあるんですけど、まずこのアイキャッチ1からちょっと見ていきたいと思います。もう早速なんだけど、なんかもうちらって見えてるよね。本人は実写やめろみたいなこと言ってたんですけど、早速実写使うっていうね。で、まあ下にね、こう、はじめって書いてあってピンクの柄で、で、まあこれ、くる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 ってこう飛んでくみたいなアイキャッチをちょっと作ってみました。なんかぽいでしょなんかぽいでしょで、じゃあ実際、じゃあその場面切り替えの時で使われたらどうなるのかっていうのをちょっとお見せしたいと思いますので、自分の動画の間にちょっと挟んでみます。いきます。というわけで、次のアイキャッチに行きたいと思いますてな感じですこんな感じ。でも違和感はないかなとは思うんだけど、今現行でそのはじめさん使ってるそのアイキャッチの秒数よりちょっと長いんだよね。だからちょっとそのなんだ、間というか、そのテンポ感にちょっとどう影響するのかみたいなと正直あるんだけど、まあちょっとわりかしふざけ目で作った感じ、これねふざけ目で作った感じで、次がもう一個なんですけども、これは結構真面目に考えて作った方で、その、まあ、まあ見てもらいましょう。これね、アイキャッチ2、はい、こちら、これは秒数めっちゃ少ないんですよ。 0.36 とかなんですけど、めっちゃ短いんですよ。で、こうなんで短くしたかっていうと、そのもともと作ってる動画のテンポ感と今まで使ってたものにちょっと秒数なるべく寄せて、なるべくテンポを乱さない程度にちょっと作ってみたんだけど、どうなのっていうのはもしかしたらあるかもしれん。これね、もう早速出てきたんだけど、こう、まあ上に今度ね、ひらがなではじめ社長書いてあって、で、キャラクターがいたんでそれちょっと借りてちょっと作ってみました。こんな感じでこうビューンってこう出てくるみたいなこんな感じ。これを実際にちょっと使ったらどうなるのかっていうところをちょっと見てみたいと思います。どうも、今日はですね、それでは行ってみようみたいな感じかな。ちょっとね、無駄に編集点を作ってしまって、ちょっと今自分大変なんだけど、まあこんな感じかな。で、まあね、これがね、実際どうなるのかっていうのは分からんけれども、実際にちょっと応募を今からちょっとしていこうと思う。はい、で、これがね、応募フォームなんですけれども、ちょっとじゃあ応募していこう。はい、 OK です。じゃあ入れていこう。アベタツで、お申し込みフォームにいただき、情報通知でベージュチェックが可能です。同意しております。同意しております。で、ホームページのすべてを見て同意いただくことが必要です。はい、
はい、OK です。はい、で最後、未成年の方は保護者に同意を得ていますか。僕は今28だから、うん、大丈夫、成人です。送ります、ポン。はい、 OK。 でもう一個、OK、送ると、送ったよ、送ったよ、送っちゃったよ、送った。はい、というわけで、まあ、今回ね、はじめしゃちょーの場面切り替え動画の、募集企画に、参加してみたんですけれども、まあ、逆にね、今こういう時期だからこそ、まあ、なんかこういうのに参加するのもちょっと、まあ、一つ楽しみではありますよね。まあ、僕はね、採用してほしいかどうかって言われたら、まあ、採用してほしいんだけど、まあ、なんかちょっと面白半分でちょっとやってる感じはあります。自分の動画のネタにもなるっていうのでもね、あったんで、ちょっとやってみようかなと思ってやってみました。でもしね、動画を見てた方ね、はじめしゃちょーの動画を見た方で、面白いなってやってみようかなって方はね、ぜひまあ参加してみたらいいんじゃないかなと思います。で、最初の方にも言いましたけれどもね、ぜひ下の動画から、まあ、動画にリンク貼っておきますので、彼の動画を貼っておきますので、ぜひちょっとそこからね、応募してみてください。以上、アベタツによります、はじめしゃちょー場面切り替え動画募集に応募してみたという動画でございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。というわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。